始まりました。ただの秋のりのハエバルバンバン89回目。89回目もよろしくお願いします。ハクションお願いします。僕定期的にあの方とお会いするんですが、定期的にたまたま、あの方とお会いするんですが、そうですね、泉&弥生の弥生さんですね。弥生さんね、2ヶ月に1回ぐらいいつもたまたま会うんですが、最近会ったのが、ラジオ沖縄の、玄関先でお会いしましたね。一番最初は、首里のコンビニでゆうじさんと一緒にいるときに、ゆうじさんから紹介されて、芸人の後輩の秋のり、ただの秋のりって言ったら、秋のりさんはじめましてっていう。で、その時僕娘連れてたので、本当ありがとうね、こんなに可愛くてありがとうねって言ったら弥生さんで、またその次会ったのが西原ですね。西原のマルシェ、沢藤マルシェの方で会って、秋のりさん、インスタグラムフォローされてるの気づかないで、すみません、フォロー勝手にしていいのか分からないで、フォローしますっていうのがあったんです。で、それで、今度ここ一番最近会ったのはラジオ沖縄の玄関先で、お会いしたんですけども、そこでも秋のりさん、秋のりさん、弥生さんお疲れ様ですって言って、向こう弥生さんは弥生さんで一応誰かとおしゃべりしてたので、そんな、会話することもなく、最後に言った弥生さんの一言が、秋のりさん、はい、穏やかにって言われたんです。穏やかにって何と思って、お元気でとか、お幸せにとか、お元気でか、はい、お元気でとか言うなら分かりますけど、去り際に穏やかにって穏やかにって何、でも弥生さんっぽいですけどね。だからそう言われた時に、そうだな、今日も一日なんかそんなせかせかせず穏やかに過ごそうとなりましたが、こんなこと言われたの初めてですね。皆さん言ってます？出会った方、去り際に、どうも、またでは、穏やかにって、穏やかにって何？これちょっと欲しいな、もらいたいなって思ってますけど、でもな、弥生さんのあの味が出せるからこそ、この穏やかには使えるかもしれないですね。はい、弥生さんと定期的に会う秋のりのお話でした。話変わりますが、最近ですね、改編に伴いなのか、テレビですね、テレビで新しいドラマが、続々と始まりまして、今も見てるドラマが阿部サダヲさんが、主演の不適切にも程があるっていう、テレビ、これが面白くてですね、やっぱ僕阿部サダヲさん好きなんで、阿部サダ好きなんで、てか皆さん好きですよね。僕の中で阿部サダヲ好きじゃない人はいないと思ってるんですよ。全国のみんな阿部サダヲが好きだと思ってるっていうぐらい、僕阿部サダヲさんのこと好きで、映画も全部見てますし、っていう感じで、で、その、で、阿部サダヲといったらもう、監督は、脚本は工藤官ですよ。工藤官九郎さんの、新ドラマっていうとちょっと二重になっちゃうんでね。最近もあったんです。これも話それますが、ラジオカーで、僕言い直しはしたんですけど、間違えて、詳しい詳細はって言っちゃったんですよ。詳しい詳細だと同じこと2回言ってるやしと思って、ちょっと時間なかったんですよ。ラジオカーのリポートの時間着ギリギリで、訂正する時間もなかったんですが、こんな言葉の間違いのまま秋のり過ごしたくないと思って、この後の秋のり嫌だと思って、訂正しましたが、詳しい詳細とかね、新しい新ドラマってもう2回言ってるからね。これはしっかり訂正していきましょう。そういう人間になりたい。で、新しいドラマが始まりまして、不適切にも程があるっていうのが、これ面白いんで、ぜひちょっとおすすめですね。阿部サダヲさんと、これもうドラマの概要にも載ってるので、阿部サダヲが昭和から令和にタイムスリップする。またこのタイムスリップの仕方もね、これまでとは違った感じ、新感覚だなっていうタイムスリップの仕方してるので、なんかこれも楽しめるかなと思っております。
で、もう一つ始まってるのが春になったらっていう、これ木梨憲武さんが主演の、ドラマ春になったらっていうドラマもありまして、これも面白いんです。不適切にも程があるはちょっとあのボケ要素が多い。でも春になったら春になったでやっぱ木梨さんなんで面白いんですよ。で気づいたらやっぱ芸人が出てるドラマって見ちゃうんだなっていうのがありまして、で春になったらっていうこのドラマの中に実演販売士みたいな、なんかそういうチームもありまして、実演販売でいうと僕あのコデカっていう実演商売、実演販売をお笑い芸人がやる実演商売とかもやってますんで、そこら辺でも共感を得たりとか、してるので、まあ、僕だから面白い、いやでもみんな見ても面白いと思います。でこの春になったらにお笑い芸人っていう枠も出てくるんですね。それが要になってくるので、そこでやっぱり共感できるのかなっていう部分もありますし、まだ1話、どちらも不適切にも程があると春になったら、どちらも1話ずつしか見てませんが、はい、これ面白いのでぜひおすすめです。この職業やってるとですね、あのドラマを見るにしてもちょっとね、もうまっすぐ見れなくなってるというか、いや楽しめてはいるんです、楽しめてはいるんですけど、いろんなところに頭が働いてて大変なんです。大変なのがまずドラマの構成を見る、ドラマの構成、あ、このシーンから始まるっていう、そうだな、これ食いつかれるな、食いつくなとか、ね、あ、この展開があるんだっていう構成を見てしまうっていう。で、あとカメラワーク、うわー、この今のカメラワークよかったなーって、この部屋を映し出すにしても、あ、上から下にこうパンパンっていうんですか、上から下にカメラを振るんだ、レンズを振るんだみたいな、あ、ここにパンするんだとか、あ、このセットとかってこれ準備するのも大変だっただろうなーとか、このセットの小道具とかで、まあ、構成、カメラワーク、セットを見る、シーンごとにね、でプラス、出演者の演技、阿部サダヲさんの演技、木梨憲武さんの演技を見る、まあ、さすがだな、すごい演技だな、演技もそうだし、所作、リモコン一つ取るにしてもやっぱちょっと味があるなとか思ったり、でそれプラス僕ドラマ最近から字幕もつけてみるんです。邦画というか日本のドラマなので日本語でもちろん喋ってるんですが、字幕も出して、まあ、ちょっと見やすくするというか字幕もつけてるんですけど、その 字幕のテロップのフォントとか、あ、これ何体だろう、このフォントって何体使ってるんだろう、しかもただ白字出すだけじゃなくて白字に黒枠やって、その黒枠にさらに白いなんかぼかしみたいなのちょっとうっすら入れてるなこの字幕とか、そんなのを見ちゃうと大変、ドラマ一つ見るのもねすごく大変なんです。でも楽しめてますからね、純粋に楽しめてるかって言われると、まあ、いろんなところで頭働いてるかもしれませんが、いやでもちゃんと感動するとき感動しますし、面白いときは笑いますし、ってことは純粋に楽しめてますよね、っていうのがありますんで、おすすめな、ドラマ不適切にも程があると春になったら、これ何曜日やってんだろう、何曜日やってるかは、ちょっと調べてもらったらなと思っております。そうなんですよ、好きでね、映画とか好きでよく見るんですけど、仕事柄ちょっと仕事方面、仕事に重きを置き始めると、なかなかねまっすぐ見れないというところが、大変な職業だなと思っておりますね。というのもですね、あの僕人間観察が好きで、よく街中で出会う人とか、もうそこら辺歩いてる人とか、よく見るんです。見て、あ、この人こういう格好してるからこういうのが好きなんだろうなとか、こういう、もしかしたらこういう性格なのかなって考えたりするのが好きなんです。そういうのがありまして、で今ですね、毎週火曜日に朝練を、お笑い芸人朝練をやっておりまして、うち FEC というお笑い事務所に僕所属してますが、FEC の社長の山城友次さん、友次さんに毎週火曜日今朝練の稽古つけてもらってて、友次さんとあと先輩芸人のわさび、もともとスタートは友次さんとわさびで、朝練をスタートして、でもなんかわさびだけだと張り合いがないなということで、張り合いとして僕が呼ばれて、第2回目の朝練から僕呼ばれて、毎週火曜日今朝練を行ってますが、でいろいろネタ見せをしたり、あとネタの作り方、ネタを芸人とは何たるやみたいな感じのを教わったりするんです。でそこで、毎週火曜日、いつも2時間半とかやりますよ、みっちり朝練、
朝集まって2時間半ぐらいやって、そしてその毎週ですね、宿題も与えられるんです。で宿題も自分で考えていいよということで、自分が好きな人間観察をやろうということで、友達さんに、じゃあ分かった、1週間あるから、じゃあ7人1日1人7人の人間観察棒を、発表しようと。来週、それが明日なんですけど、この収録日の明日なんですが、好きだと思ってやってた人間観察も、これがね、仕事になるとどうなるかというと、あんま楽しくないですねおかしなことに、今までは無意識にでもこの人間観察やって楽しんでたんです。楽しいなぁ、こうやって考えるの楽しいなぁと思ってたんですけど、それを仕事の一環としてやってしまうと、なかなか変なプレッシャーというか、なんか、じゃあもう項目作るかとか、一人一人見るときのここをポイントとして見た方がいいのかなと考えた瞬間、あんま楽しくないですね。これ難しいもんで、まあお笑い芸人、お笑いが好きで入ってやってみれば稽古多いし、考えることも多いし、0から1を生み出すことも多いし、これが苦しくて、あれなんか思ってたのと違うなーっていう感覚に陥る人もいると思います。まあなんかスポーツ選手とかもそうなんですかね。スポーツ選手とかも最初は好きでね、野球とかね、サッカーとかやってたけど、プロになるとまたちょっと変わってくるという感じなんですかね僕ザ・ブルーハーツ、ブルーハーツが好きで、ヒロトの言葉、河本ヒロトの言葉で言うと、なんか名言みたいなのあったんですけど、楽と楽しいは違うよと、楽しいことをしたいなら楽はしちゃいけないよっていう言葉があるんですよ。だから楽と楽しいって感情は一緒ですけど、楽しいことしたいんだったら楽なことしちゃダメだよ、ちゃんと頑張って、なんか頑張ってちゃんとやるから楽しいんだよみたいないう言葉もあるので、今まで楽しいに向き合ってこなかったのかなってこの1週間で思いましたね。それで楽しいと思ってやってたことがちゃんとやり始めたら、あれちょっとなんか違うなと思い始めた。じゃあこの楽しいにちゃんと真摯に向き合ってなかったんじゃないかっていうのを思い始めたので、もっと真剣に一つ一つに対してね、真剣に取り込まないといけないなと、そして楽しむっていうのをやらないといけないのかなと思いまして、何の話をしてるんだっていう話ですけどね。今秋のりは何の話をしてるんだとドラマの話してたんじゃないかじゃないんかってなりますけどちょっと向き合っていこうかなと。で、もう朝練始まりまして、で友治さんともね、芸人として向き合うのっていうのがそういえばなかったなと思って、映画制作として、映画ファニーズとして携わることはこの2年間ぐらい、もう本当にみっちり一緒にね、もう家族より一緒に過ごす時間長かったですからね。そういう意味では長くいたんですが、お笑い芸人ただの秋のりとして、こうやってなんか向き合うっていうの、友達さんと向き合う、お笑いと向き合うってことがなかったので、それで言うと、今年が2024年が、ただの秋のり1年目なんじゃないかなと思ってますね。実際 FEC 的には9年目、 FEC に入って9年目、その前吉本入ってた、オリジンちょっとかじってたとか言うとなんかもうごちゃごちゃしちゃうんで、そこをもう切り捨てて、今まではずっと FEC 9年目ですって言ってたんですが、さらにちゃんとしっかり芸人として、芸人とは何たるやみたいな感じで向き合い始めてるのが、もしかしたら今年からなんじゃないかなっていう、本当の腹くくって、なんかもうちょっと、もうなんかもうなんかもう全てをお笑いにみたいな感じを今までちょっと若干避けてきた部分はあったので、新ただの秋のりは2024年から始まるんじゃないかなと思っております。新ただの秋のりの新はカタカナの新ですね。そこはちょっとゴジラからもらおうかなと思ってますけど、はい、新ただの秋のりで行こうかなと思ってますんで、この2024年のこの1年間すぐには変わらないです。すぐには変わらないので、1年間頑張って、この奥底にあるただの秋のりを引き出すと、ただの秋のり、もしくはもう本名の大城秋のりを引き出すっていう作業をこの1年でやって、2025年、に何か変わるのかなという、まあ、今年33なんで34歳ぐらいでは何か花開く、大きく花開くことができるのかなと思っておりますんで、とりあえずは修行ですね。今年は修行、しっかり
やっぱいろいろ変わりました。プロデューサーやったし、映画も作ったし、ね、あのライブのプロデューサー1年間やって、それで考え方も変わりましたし、でラジオカーも始まって、それなりのね、それなりのこの初対面と会う人、毎週2日間、しかも1日2回ね、少なくとも4人と初めての方と会う、多い時なんて1週間で20名会う時もあるんです、関係者含め。その人たちと30分ぐらいの話し合いで、すぐ生放送であのまとめたコメントを紹介するっていう、修行ではないですけど、これも仕事もやってますんで、それを踏まえた上で改めてお笑いと向き合うっていう年になるのかなと思ってますので、遅いですが1月末になって抱負みたいなことを喋ってますが、1月1日からね、抱負なんて言えない言えない、飲んで食べての日々でしたよやっとここに来て抱負的な感じは、新ただの秋のりが今年作れる年なんじゃないかなと思っておりますので、はい、皆さん応援の方よろしくお願いします。ただの秋のりのハイバルバンバン、この番組はラジオ沖縄の社税でもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハイバル町について面白い情報や話題などを発信していこうという番組となっております。このただの秋のり、ハイバル町の観光大使にも任命されておりますので、ハイバル町のことなら何でも聞いてください、よろしくお願いします。そしてハイバルバンバンはツイッターじゃない、 X2Twitter での、募集もお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。早速来てますね。川崎のシオンさん、ハッシュタグバルバン、すげえ、チンパンジーの名前を覚えてるんだ。はい、沖縄子供の国の話をして、最近も言ったんですが、スグルーとギンとココとモコと、ごめんなさい、この前夏ムって言ったんですけど、モコイチですね、夏ムとモコイチって言ったんですけど、夏ムちょっともう病気で死んじゃったんで、まあでも動物園ではよくあることなんです、まあ、生まれたり死んじゃったりするっていうのがよくあるのが動物園なのでね、本当夏ムは本当に悲しかったですし、で、そのモコイチはいます、兄弟のねモコイチは元気に過ごしてますので、そう、やっぱあの名前を覚えるとね、動物の名前を覚えると親近感湧きますんでね、ぜひ皆さんもあの動物園に行った際は名前も書いてあると思いますんで、その子の名前がね、それを覚えると楽しいのかなと思います。続いてハッシュタグバルバン、ともぶんさん、ありがとうございます。定期的にシカブナ秋のり、あ、これあれですね、一度ラジオカーで、歌謡ショーを、開催するおじいちゃん、もう80いくつでしたっけね、あのおじいちゃんが、定期的にお茶しませんかっていう連絡をしてきてと、で、あの今のところまだないです、まだないんですが、いつ来るかわからないですから、定期的にお茶をしようという、定期的にしかぶな秋のり、社交辞令かもしれんし、ネタの種がそれにあるかもよ。確かにネタの種があるかもしれんよって言われたら、確かにやった方がいいなと思いますし、でこのラジオ沖縄のポッドキャスト担当の千奈さんも、これ収録したらいいんじゃない、このおじいちゃんとの会話を収録してもいいんじゃないっていうのも言われたので、確かにそれもあるなと思って、わかりました、しかばずに、しかばずに一応やりたいですね。はい、じゃあすごい、あ、まあ、うん、これも進展があったら連絡します。はい、おじいちゃんとお茶会、こちらも応援よろしくお願いします。ではでは、今回ちょっと長くなりましたが、後半はいつものように同級生の陽平とおしゃべりしております。今回面白いですよ、子供のプログラミングについてお話ししております。それではお聞きください、どうぞ。ハイバルバンバン、はい、今回も陽平よろしくお願いします。お願いします。陽平はですね、僕の同級生でハイバル町宮城出身、はい、そしてハイバル町議会議員をやっていて、はい、塾講師もやっていると。はい、やってます。あとあれ何でしたっけ、ん、あの脚立を支えてよそ見するなでしたっけ怖いね、怖いヒヤッてするちょっとよそ見すんなみたいな結構脚立事故あるからな。あるからね。違う、何でしたっけ。キャリア教育コーディネーターです。キャリア教育コーディネーター、そう脚立を支えてよそ見するな、違うではない。もうそろそろ覚えたでしょみんな相当やってるからね。もう覚えたでしょ、1年以上やったぐらいでしょ。1年以上やってるはずね、はい、
まあ、今回はですね、毎回なんですが、陽平とはまとめ撮りを4週分まとめ撮りするんですが、はい、今日はそのまとめ撮りの13回目と。そうです、13回目の1本目でございます、はい、なので久しぶりだね。久しぶり、1ヶ月ぶり、1ヶ月ぶりで、まず最初にやることは、はい、これ陽平の部屋でやってるんですが、そうです、そうです、あの本を、はい、本をまず片付けると、はい、もうすごい積み重なった本が、はい、すごいもうタワーのように、そうです、いろんなところに積み重なってて、はい、なんか本のマチュピチュみたいな世界遺産みたいなのが出来上がってるんだよ毎回。まさに。いや、それを全部一箇所にまとめる作業から始まりました。そうなんですよ、まあ、本棚に片付ければいいんですけどね、うん、もうその読んだ時にそのままにしちゃってずっと積み上がって、うん、本棚に片付けちゃうと必要な時に取れないみたいな言い訳をしながらねだいぶだよ本だって囲まれてるもん。そうですよ、完全包囲されてる。もう秋のりの周りも50冊ぐらいあるからね。そう、そうだね、10冊ぐらい積み上がってるのが8セットとかねありますが、はい、で、まあ、なんか新しいのも届いたということで。そうなんですよ、まあ、今日のこのテーマにね、そうそうそう、沿った何ですかこれ、これこのでかい段ボールね、でっかい段ボール、結構ずっしり重たい、あ、届いたんですよ。届いた時にまずテンション上がるんですね。おうおうおう、何かっていうと、これ何で、何が届いたの。これは、まあ、要はおもちゃですよ。おもちゃ、おもちゃ、トイザラスに売ってそうなおもちゃたち、はい、まあ、段ボール広げてますけど、うんうんうん、あの隅っこ暮らしとか、そう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 、あとドラえもんとか、ドラえもんとか、これ本当におもちゃさ。そうなんですよ、あとレゴっぽいやつとかね、レゴではないんだけど。あれ、ヨエ大丈夫あれ、子供いないけどヨエ子供いないけど、もう先に、そうなんですよ、先を見据えておもちゃを買ったっていう。なんか本当にそれリアルでさ、クリスマス前ぐらいにちょっとトイザラスに視察みたいな感じで見に行って、うん、あのトイザラスは視察に行く場所ではないですおもちゃを買いに行く場所で、トイザラスは視察じゃないです。30過ぎのおじさんが一人でトイザラスのおもちゃ一個ずつチェックして、ちょっとずれてますトイザラスに視察にする来る人いないですでそれで視察してきて、あ、これはって思って買ってきたのが、このすみっこ暮らしドラえもんのやつなんですけど、うん、何かっていうと、あのプログラミングを体験できるおもちゃなんですよ。プログラミングを体験できるおもちゃ、ほう、まあ、なんていうかな、このピタゴラスイッチみたいなやつなんですね、はいはいはい、組み立ててボール転がして、スタート地点からゴールまでうまく転がっていくように子どもたちが自分で組んでいくわけよ。プラスチックの、まあ、レゴブロックみたいな感じがあって、柱を作って、 そこに、まあ、滑り台みたいなの作ったりとか、60個ぐらいのパーツがあって、それ組みながらね、うーん、ゴールさせる。これはもう単純にただ遊ぶだけのおもちゃじゃなくて、うん、プログラミング要素も入ってると。そうそうそう、まあ、チーク玩具っていう言われ方をするんだけど、ほうほうほう、対象年齢3歳以上で、うん、プログラミングがパソコンでパチ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 やるだけではなくて、うん、結局試行錯誤しながら、うん、うまくいくためにこのプロセスどう改善したらいいんだろうとか、うん、っていうことを考えるっていうのが大事なポイントなので、うん、それをおもちゃの組み立てを通じて体験しながら学ぼうぜっていうおもちゃなんですよ。組み立ててボールを転がして、まあ、隅っこ暮らしのボールを転がして、ちゃんとスタートからゴールまで行けるか。そうなんです。はあ。で、くるくる回転するものがあったりとか、うん、高いところから下にポトンって落としたりとか。へえ。この進むのもさ、高いところから低いところには転がっていくじゃん、うんうんうん、だからゴールまで行くためには結構高いところから転がさんといけないわけね、基本は。はいはいはい。その高さが足りないと途中で止まっちゃったりするわけ、はいはいはい、なんでって子供が考えながら、あ、高さが足りんから加えればいいのかって試行錯誤したりするようなおもちゃになってるんですよ、はいはい、4つの力を身につけて、そうそうそう、想像力、イメージする方の想像力で、作る方の、クリエイトする方の想像 想像力で、集中力と論理的思考、はあ、みたいなね、この4つが養える、そうそう、で3歳以上からできますよっていうおもちゃ。これもう見た目本当におもちゃだね。そうなんですよ、テンション上がるよ、テンション上がる子供は、うんうん、で、プログラミングができるおもちゃを陽平が買ったと、うん、そう、なんでまだ全然繋がらないんだけど、すみこ暮らし2つ、2つ買って、ドラえもん2つ、もうこの時点でまだまだ怖いよまだ怖いよ、成人男性が段ボールいっぱい入ってますよ、業者ですよ、うん何これ、どうすんの。これですね、あの地域で、まあ、前もコード4っていう団体で、うん、デジタル関係の講座やってますよっていう話をしたと思うんですが、うんうんうん、それの子ども向け、親子で一緒に学べるっていう企画を今作ってまして、ほうほうほう、子どもプログラミングコミュニティ、うん、コーダー道場っていうんですけど、コーダー道場、コードっていうのがプログラミングを書くやつのイメージね、うん、でコードする人たちだからコーダーで、コーダー、はい、でその人たちが集まる道場だからコーダー道場、道場、空手とかの道場、あ、道場、そうそうそう、
これもあのアイルランドとかがスタートなわけよ、実は日本スタートじゃなくて。そういう言葉があるの？あるある。世界コーナー道場っていう、そうこれ造語じゃなくて、ヨヘイが作った造語じゃなくて、私が作ったわけじゃない。世界中にこれもあって、世界100カ国2000以上団体がまずあります、日本で192以上、沖縄県内にも12カ所以上。しかも道場って、そう、道場 DOJO で、そうそう、道場、日本の人がつけてないんだけど道場だわけ。はちょっと面白いよね。面白いね。でこういうのが石垣とか名護とか浦添とか西原とかですでにあるんだけど、これのハエバル版、ハエバルもちろんもともとあったんだけど、それは休止状態でさ、でそれを再開するっていうののために準備して、で子供たちが遊びに来て一緒にやるんだけど、まあ、ちっちゃい子も一緒に来るじゃん、弟妹も一緒にとかね、その子たちが3歳とか4歳とかでも楽しめるようにっていうので、すみっこ暮らしとドラえもんのやつがあるわけですよ。まあ、その他にも本当にいっぱいあるんだけど、これまたちょっと年齢が高くなって、じゃーんってラジオでね、じゃーん、APITOR アピターっていうやつ。アピター、これロボットで、これ8歳以上だから、アピターは分からん、ネクターは分からん。ちゃうちゃうちゃう。アピターってメーカー、中国の深セン、あの中国のシリコンバレーみたいなとこ、はあはあはあ、で開発されているレゴみたいなやつなんだけど、レゴだね。これの中に動力、レゴとなんかゾイドみたいな、そうそう、組み立ててロボットみたいに作れるわけよ、恐竜作ってみたりロボット作ってみたり車作ってみたり、ああ、まあ、足がローラーになってそのまま、そうぐるぐる回して二足歩行でビーンって動くような、でそれをビーン動かすのをスマホでラジコンみたいにもできますとか、プログラム組んでこいつを操作したりもできるわけ。すごい。赤外線センサーとかも、これはレベル高いな。カラーセンサーとかモーターとかも複数あって、赤外線センサーこれ何使うの、ぶつからないようにってこと？とかあの反応させて物取ったりとか、ロボットコンテストっていうのもあってさ、はいはいはい、コースをちゃんと進んで、あるところにある重りをゴールまで全部運びますとか、でそれをプログラム書いて動かすわけ、ロボットたちを。っていうことができるためにはいろんなセンサーとか、モーターとかついてないといけなくて、そういうのを体験しながら学べますっていうロボットを作るブロックおもちゃ。すごい。本当だ。学習ブロックロボットキット。そうなんですよ。早口言葉みたい。学習ブロックロボットキット。ットこれが今3種類あります。あ、これもさ、このより細かいレゴみたいなのでロボット作るのが3種類。で、それの中でもパーツが少なめで6歳ぐらいから作れますよっていうのもあれば、もう結構多い300とか400個のパーツ使ってやりますよって8歳以上からのやつもあるわけ。あ、恐竜も作れるんだね。そう、これは600個か。結構よ。600個のブロックを使って。まあ、だからこれ作るだけでもすごい集中するわけよ。で、足のこの部分、この部分って言っちゃってるけど、これとかはさ、ゼンマイみたいなのが噛んで、はいはい、この太ももの付け根的に、恐竜の太ももの付け根のところはゼンマイで、中でモーター回って、足がガシャンガシャンガシャンって動くように組み合わせてるわけ、これとか。あ、すごいね。これは何、プログラミングにも関わってくるってことだよね。そうそう、こいつを動かすことを、ラジコンみたいにアプリでできるっていうのもあるし、プログラム組んで前に10歩動いてくださいとか、その段階で右に90度動きを反転してくださいとかっていうのを組んで自動で動かすわけよ。はあ、これ対象年齢8歳以上だけど、むずっやばでもさ、これもじゃあなんでこういうのやるのって話ともつながるんだけど、2020年から、何年、24年になった、4年前ぐらいからも小学校でプログラミング教育必修化してるんですよ。必修科目なの？そう。あ、そうなんだ。科目があるわけじゃないんだけど、算数の時間に一緒にやりますとか、総合学習の時間にやりますとか、クラブ活動でやりますとか。はー。だから、まあ、こういうのを使いながら小学校でもいろいろすでに始まってるんですね、2020年から。そうなんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。じゃあそれをやっぱそういう必須だから、これを傭兵の方でもできる環境を作ろうというので、トイザラスに、そうそうそう、いろいろ視察に行って、はい、はい、行って、そうなんです、視察で、へ、それでもうあれですよ、まあ、うまくアマゾンの割引とか利用して安く買ってるんだけども、15万分ぐらいわあるわけですよ。すごいね、すごいね、業者ね、業者だね。だから段ボールがこう積み上がっていくわけですよ、これから。これを
もうすぐじゃスタートするってこと？そうだね、4月5月、うん、今年度の4月5月を目標に今準備していて、うん、で機材購入しましたっていうのと、うん、それから実際にやってるところを見に行ったわけ、うん、コーダー道場浦添。あ、浦添で。そうそう、浦添でもやってて、浦添も見に行って、うん、浦添でもすでにこういう活動しばらくも長くやってるから、うん、どんな感じで子供たちと関わってるのかとか、はいはい、ロボットの操作どうしてるとか、うん、親と子供の関わりどうなってるとか、うんうんうん、全部見てきて、今ボランティアが15人ぐらい、20人ぐらいいるから、ハイバル？そうそう、私たちでも一緒にやるメンバーね、うんうん、みんなで見に行って、うん、あ、こんな感じかっていうのを把握してきて、うん、で機材揃ってきたから、ちょっとずつじゃあまず自分たちで楽しみながらやるかっていうのを2ヶ月ぐらいやって、4月ぐらいからトライアルで実施してみたいな。はあ、すごっ。準備してるんですよ。施設団だ、岩倉、そう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 、岩倉施設団みたいな感じだ。視察しに行って、そうです、トイザラスも行って、浦添も視察して、それ持ち帰ってきてと。そうなんですよ、ハイバルをね発展させるためにですね。じゃあもう4月からちょっとこういうなんか子供たちが楽しみながらプログラミングを学ぶことができる。そうなんですよ、親子でね参加してね。これはまたこれからまあちょっと告知とか。そうです、そうです、そうです、ね。まあ、最初はねちょっと小規模でね、いっぺんに面白そうだからいっぺんに来ちゃうと回らなくなっちゃうから、はいはい、ちょっとずつ体制整えながら少しずつ広げてっていう感じになりますけどね。はい、わかりました。これちょっとやっぱ絵で見ても面白いんで、うん、ぜひ YouTube でも、うんうんうん、金城ジョージロチャンネルでも取材させてください。ぜひお願いします、はい、じゃあまた楽しみにしてます。はい、はい、今回も陽平ありがとうございました。ありがとうございました。